今回は Steam 版限定のシナリオマップを開発していくよ。開発期初っ端からクリア画面出す動画とか珍しいわね。クリア後の開発がメインだからしゃあない。というわけで始まりました、大根開発期ゼアソン2。この動画ではシナリオマップヌッシーを探せのクリア後の街を開発するわ。まずは現状のマップを見てみましょう。環状線ができかけているわね。街並みも全体的に発展していそう。まるで囲んだ部分に線路を敷設すれば巨大な環状線ができます。今後敷設するとしましょう。さて次に主要駅の現状を紹介していきます。まずはゲーム開始時からある中津駅。駅ビル化、ホーム増設などを行いました。中津地区は住宅経済規模の条件があるので全体的に住宅多めの街並みとなっているわ。次は近江地区にある本近江駅、新たに設置した駅となります。隣町南から来る路線も乗り入れているわ。街並みは CPU が開発してるから今後要改良ね。道路とか引き直さないとな。次は白温泉駅。ここもゲーム開始時からある駅で駅ビル化などを行いました。隣町東から来る路線も乗り入れているわ。街並みはなるべく観光系メインにしているわ。だけど CPU が雑居ビルばっか建設しちゃうわ。観光地なんだからと言いつつ観光地に高層マンションを建設している我々であった。次は森北地区の開拓村跡付近。ここも新たに駅を設置しました。予定としてはここを環状線の運行形態を分ける重要な駅として使用するわ。街並みはなるべく開拓村跡がある風景を損ねないようにしたいな。さて環状線の線路敷設予定地を横断していくよ。もう線路が敷設してある場所もあるのね。まだ鉄道は何も走ってないけどね。白地区の中心地となる白駅です。ここから先ほどの中津駅までは営業中。オフィスビルや中層ビル、劇場などかなり発展した街並みになっているわね。ちなみに駅の西側は車両基地建設予定地です。駅地下なので子会社建設もいいかも。次も白地区なのですが、白神社へのアクセスに重要な駅なので紹介します。ここ南白駅には白神社へ向かう路線が乗り入れています。なので街並みはホテルやデパート、バスターミナルなど様々な面で豊富。便利な駅前に白神社へ向かう路線だけど、まず湖の前にある駅に停車。開始時からあるバス停付近にあるわ。そして橋を渡れば白神社最寄り駅の白神社前駅に到着。ここの街並みですが、ホテル以外は全て CPU 建設。ここも本近江駅同様に要改良です。最後は中津地区にある湖畔ニュータウン駅、新規で建設した駅です。ここも中津駅同様に住宅経済規模の条件があるのでマンションだらけな街並みとなったわ。今後は商業施設をメインに建設して街並みを整備していきたいと思います。中津駅に戻ってきました。現状の主要駅の街並みはこんな感じとなっています。次回から街並みの再整備やダイヤ改正などを行い、様々な地区を開発していくわ。ということで次回から大根開発期ゼアソン2、ヌッシー移住大作戦を本格始動します。ヌッシーを探さなくてもあちらから出てきて、しかも引っ越しを検討するような街並みを作ります。次回から始まる怒涛の開発をお楽しみに。質問感想などあればコメントをどうぞ。ご視聴ありがとうございました。それでは